皆さん、こんにちは。それでは今週のデータ、いってみましょう。今回はですね、インフレーションについてちょっと話したいと思うんですけども、これ私たちを含めた一般の人たちですねが感じているインフレーション、物価高のことで,ですね、それからあと政策担当者っていうんですかね、こう中央銀行、例えばアメリカの場合は FRB ってところがこう金利とか決めたりとかしてるんですけども、その時にですね、こう指針になるインフレ率っていうのの、この解釈の仕方からねものすごくこうギャップがあるんですね。 そこはですね私たち一般の人たちにとってはニュースを見た時に例えば今だとインフルエンスが下がってきているとかっていう話を聞いた時に何か違和感があるんですねそこについてですねデータを使って解説してみたいと思いますそれではいってみましょう 最近、えっと、2週間前ぐらいですかね。えっと、アメリカの方では、こう利率、中央銀行が利率を下げるっていうことで、0.5%ほど、このフェデラルファンド、ターゲットレートっていうのを下げたんですね。その時の理由っていうのが、インフレ率がどうもコントロールできる範囲になってきたと。なので、ここですね。これは AP のニュースですけども、一時は2022年ですね。2年前ぐらいですけども、9.1%ぐらいだったのが、えっと、先月、この時点だと8月のことですけども、のイン に下がりましたとなのでまあターゲットっていうのは大体2%ぐらいに設定しているらしいのでコントロールできたということででまあそれと同時にですねやっぱこの利率を上げてると経済状況っていうのはやっぱ悪くなってくるお金を借り入れコストっていうのは高くなるので、まあ、ビジネスはだんだん投資をしなくなるだとかお金借りなくなるっていう傾向があってまあそのうちにですねこう例えば失業率なんかはどん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 悪くなってきてるっていうのがあるのでまあさっさと利率を下げたいっていうのもあってですねインフレが下がってるんだからもうこの辺で利率を下げてもいいでしょうみたいなそういう話 なんですけどもここでですねこの2 5になったって聞くと物価上昇っていうのが収まったんだなっていうようなニュアンスをこう感じるんですけども実際にですねアメリカ国民はこう毎日例えばスーパーに行ったり日曜大工買ったりだとか車のガスを入れたりとかするわけですけどもなんかこう大衆としてはそんなになんかインフレ率が収まったような気がしないとでなぜかっていうとですねその,その計算の仕方にあるんですけどもっていうのはまずこれは FRB の経済指標ですね のデータをホストしているサイトなんですけども、ここにコンシューマープライ i c e Index for All Urban Consumers とかってあるんですが、これ何かっていうと、ここですね、この1982年から84年っていうのを100だとしたときに、今、価格っていうのはどれぐらいになっているかってことなんですけども、そうすると、1982年から84年っていうのは大体この辺になりますね。この辺が大体100とすると、で、今どれぐらいかっていうと、これが313ですよと。つまり、昔、この40年前ぐらいに100円だったものっていうのが、300円ぐらいになってますよっていうことなんですね。ここからだと その2.5%だとか、ピークの時の9%っていうのはどっから出てきたんやって感じなんですけども、あれは実は1年前のこの数字、1年前のこのインデックスの数字に比べて、その差がその時の何分上がったのかっていうことなんですね。なのでちょっとですね、今回このデータをちょっとエクスパートリーの方に取り込んで、中央銀行が気にしている利率っていうのをちょっと計算してみたいと思います。 思いますで、その際にですね、こちらのちょっとクラウドアプリケーションの Fred っていうのがあるので、ここからですね、さっきのこの ID っていうのをコピーして、ちょっとデータを取っていきます。のオールアーバンみたいな形でデータを持っていきましょう。データをですね、ちょっと可視化してみたいと思うんですけど、まずですね、さっきあの見てたものっていうのは、このラインチャートで、で、だから月単位のデータなので、月にして、 値にするとこれがですね、さっきの FRB のウェブサイト、フレードっていうんですけども、で見てたものですと。これをですね、全ロとの差の比率で表すっていうことができるんですね。例えば、エクスパートの場合だと、このクイック表計算で、前の期間からの差の割合っていうのがあるんですね。これを選んで、えー、っと、ここですね、ここが設定詳細な設定なんですけども、これ、 一年前ってことなんですけど一年前と比べて、その差がその前の時点の値の何パーセントぐらいなのかってものなんですね。これで見ると、これ最新の,のところだとこれ2.59%です。つまり、今2024年の8月の時点のデータっていうのを、2023年の8月のデータと、 どれだけ差があるのか。で、それが何パーセントぐらい上がったのかっていうことで、それによると、まあ、だい2.5、6%ぐらい上がっているっていうことなので、これがさっきの先月は2.5%だったとかっていう数字で、よくメディアなんかで目にする数字なんですね。で、これが、なんかひどかったのはこの辺ですよね。なんか9%ぐらいなんかな、あの、上がってたっていう時が、まあ、2020年、2年ぐらいあったんですけども、まあ、それに比べてここに下がってんだからいいじゃないか。 いいんじゃないかって言ったら大げさかもしれないですけども、まあ、さ、さ、あの、だいぶインフルエンスが下がってきてるってことなんですけども、さっきも言ったように、いや、この数字じゃなくて、こっちですよと、これ元の数字っていうのが、で、このチャートの見方もう一回言いますよ。この1982年から84年ぐらいっていうのを100としたら、いくらぐらいなんですかってことなんですね。なので、例えばコロナの、あの、始まる前、直前ぐらいですね、っていうのが、だいたい256、 円ぐらいだったとしましょう。256ドルでも、円でも何でもいいんですけども。そうすると、それが今、313円になってますよと。で、その値段が下がってきたわけじゃないんです。そのままなんです。その上がったままなんですね。なので、よくある、例えばガソリンスタンドなんかに行くと、なんか、あの、日本だったらリッターですけど、アメリカだとガロンなんですが、まあ、1ガロンあたり、例えば3ドルだとか4ドルだとかなってて、この値段が上がってきてるよねって時に、 ガソリンって結構、なんか上がったり下がったりしますと。なので、その値段が下がってきたんだな、それがまあ、物価安ですよね。ガソリンの場合は確かに上がったりするのが、またなんか下がってきたねってこともあったりするんですね。その感覚で、さっきみたいに下がってきたなってなるかっていうと、実はそうじゃないっていうことなんですね。それをですね、ちょっともうちょっとわかりやすく表したのが、こちらのチャートなんですけども、こちらはもともと見てたやつを、これ1970年から今現在までの,あのところでちょっと出した。 チャートなんですね。このですね、ちょっとトレンドっていうのを、あの、こう直線で引いてみました。で、そうするとですね、面白いことに、まあ、大体80年ぐらいからですかね、80年ぐらいからコロナの始まる前の2020年、もしくは2021年ぐらいまでっていうのは、基本的にこの線にぴったり、ぴったりした大げさかもしれないですけども、ほぼ当てはまるような形なんですね。なので、それに沿ってですね、物価っていうのはずーっと絶えず、ちょっとずつちょっとずつ上がっていってたっていう形。 なんで,すね、で、その線となんかこう、ギャップが出てくるっていうのは結構、あのそんなになくて、例えばここに大きなギャップが出てる時ありますよ、2008年、あのこのリーマン・ショックで金融危機が起こる、まあ、直前ぐらいまでっていうのは結構、物価がトレンドラインに比べて上がってたっていう時があったんですけども、それを除くと大体なんか同じぐらいのところで、大体推移してると、それが2021年以降ですね、一気にこう上に上がっていったわけですね。 この物価っていうのが。これがですね、アメリカ人がすごくこう苦しんでる。これはアメリカだけじゃなくて、例えばヨーロッパだとか、それこそ日本でもそうだと思いますけども、すごくなんかこう最近物価が上がってるよねって感じてるものなんです。つまり、今までも毎年物価っていうのは、日本ちょっとデフレがあったりしましたけども、基本的にアメリカとかヨーロッパだと、物価っていうのは絶えずちょっとずつ上がってるっていう傾向はまあもちろんあったんですけども、その傾向に比べてもさらに上がったよと。で、今上がったんだけど、それ上がった、もうフォーエバー、ずっと永遠に上がりっぱ 話で、すよいいうのがが私たち一般人が感じているもさら、ね、にですね、もう一つ、これとかも、もともと1950年ぐらいからのデータなんですけども、これ過去にも、この70年代、それから80年代の最初っていうのは、アメリカなんかだと結構、あの、インフレがすごく、あの、大変な時期があったんですけども、オイルショックとか言われているのが、あの、この70年代だったりとかしますけども、ちょうどこの頃にですね、アメリカっていうのは、ニクソン政権が、こう、金とドルの奪還、あの、交換っていうのを、 中止したんですね。一定の比率でそれまでは、あの、交換してたのをやめたんですそれを放棄したと。で、そうすると、何の裏付けもなく、アメリカはドルをすることができるようになってったっていうのがあるんですね。なので、こう、このこの時期ですね、すごくのこうインフレ、物価がものすごく上昇するというか、まあ、インフレが激しいことになったっていう時期がありました。その後ですね、80年代後半ぐらいから90年代、それからまあその後ですね、まあ、続く40年ぐらいっていうのは、 ずっと上がり続けてるんですけども、さっきも言ったように一定ぐらいでしたと。ただですね、ここで注目してほしいのは、ここの時に一気に上がったんですけども、その後ですね、また昔のように、つまり、えっ、ー、と、50年代、60年代ぐらいまでの、なんか、ほぼなんか、こう、物価が安定していた時期に戻ったかっていうと、そうじゃないんですね。ずっとそこから物価が高くなっていったと。つまり、こう、ドルの 購買力っていうんですかね、購買能力っていうのが、こう減少するっていうような、まあそういうトレンドがあったんですね。で、まあその時期がそれでも続いていたんですけども、2011年以降、こう一気に上がってったっていうことで、その上がり方っていうのは、まあ、この短期間で、まあ昔よりもさらに上がっているような、あの角度としてはすごく高いような感じですけども、この後ですね、本来、 私たち一般市民が期待しているのはインフレが落ち着いたってことはそれこそこの前のこ,のこういう上がり方昔の,このなんか50年代、60年代に行かないとしても少なくてもこのなんか80年代から2020年ぐらいまでの角度になるのかなって期待があるんですけども過去には一、ね、回上がると緩や,やかにはなるんですけど昔みたいにはなりませんよと。なのでここも一、ね、回これぐらいの角度になるとその先ですねこの緑の時期に の上がり方に戻るのかというのはですね、そこはちょっと疑問が生じるところかなというふうに思います。でですね、実はですね、この物価が上がるっていうのも。 あの、実は結構不思議な現象で、っていうのは、ここちょっと見てほしいんですけども、これ私が、あの、これアメリカでですね、よく行く、ホールフーズとかっていう、まあ、あの、スーパーがあったりするんですけども、そこでですね、このオレンジジュースっていうのは、私これ最近気づいてびっくりしたんですけども、<laughs> これ、この右側っていうのが、こう、むか、あの、つい最近までこのサイズだったんですけども、なんか急にですね、なんかサイズがちっちゃくなってたんですね。で、なので、こう、同じような値段でも、実はなんかサイズがちっちゃくなってるみたいな。 ことクッキーでも、あの、ミルクでも何でもいいんですけども、ということもあって、結局それも、あの、価格が上がってる。まあ、つまり例えば同じ単位あたりの価格っていうのは上がってたりだとか。で、もう一回言いますけど、これが一般市民が、こう、 感じているインフレですよね。な、なので、あの、こう政策担当者と、こう一般市民の間に、こうギャップが生じていると。で、政策担当者の方は、もうインフレ落ち着いたので、じゃあリリースを下げますよっていうことなんですけども、リリース下げると、また昔に戻るんじゃないか。つまりまたインフレがさらに激しくなるんじゃないのかっていう、まあそういう心配もあったりするんですね。まあその今後のことはちょっとよくわからないので、これからまあ要注意っていうことですけども、まあトレンドとしてはもうこれで中央銀行はこれからリリースを下げていくような方向に舵を切った。 ような形なので、まあ、今後で,ですね、まあ、どうやってこの物価が,が上がっていくのかというのは注目したいところだと思います。ということでですね、今週はインフレーションです。一般市民の感じるインフレーションと、それから政策担当者、金融の、あの中央銀行なんかの政策担当者が感じるインフレーション、もしくはインフレ率っていうものの間にあるこのギャップについてですね、ちょっと解説してみました。ご視聴の方ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。どうもです。 現在今年の12月に開催のデータサイエンスブーツキャンプの参加を受け付け中ですこちらのトレーニングはデータを使ってビジネスを改善していくために必要なスキルを3日間で手を動かしながら習得できるようにデザインされたものです詳細の方は私たちのウェブサイトエクス l o r a t ド r y i o よりご確認ください